はい、皆さんお疲れ様です。今日もね、朝サボってしまいました。いやまだね、ずっと落選中なのはいいんですが、まだ仕事が見つからないということで、ただ Wi-Fi は引かないといけないので、やっぱりお金かかるんですよね、毎月。まあただ1万以下とかでさ、株を買ってみようかなと。今の Wi-Fi の状況で株が買えるのかどうか試してみようかなと、思います。はい、まあ投資が非常に重要かなと。まあ株と FX ですね。まあ頑張って挑戦していきますよ。まあ今日も、日経平均29,700円くらい、ドル円も114点ちょっとぐらいかな。まあまだちょっと横ばいなのかなと思います。はい、まあ岸田政権はまた増税というか、なんだっけな、か資産の、増税をすると、要はキャピタルゲインとかインカムゲインの増税をすると言い出しているので、まだ警戒感があるのかなと思っています。まあ、あとは、まあ、テーパリングと、利上げのことが、まあ、海外では、ね、話題になっているみたいですが、中学校の仕事が、契約が切られて、その後に、政治団体を作って活動をしています。で、2019年に、統一地方選挙で落選をして、でその後に、ソーシャルメディアとか、始めることができました。で今は政治活動と、YouTube チャンネル、こちらの方も、ね、力を入れて頑張っていこうかなと思っています。で、自分の経歴としてはもともと教育の仕事を目指していて、常勤講師とか非常勤講師の、仕事をしてきました。まあ、基本的には子どもたちの未来に、投資をしています。でドル円の FX も 114.5 ぐらいですかね。まあ、最近はちょっと横ばいかなと思います。まあ、衆議院選挙が終わって、日本の日経平均もちょこっと良くなりましたが、岸田政権はまた増税をすると。特に日本人の給料もここ30年間ぐらいほとんど増えていないみたいですね。我々の日本人の、ね、生活を良くするためにも経済の成長は欠かせないと思いますし、要は物価が上がった方が給料が上がるということです。なので、日本の物価の方も、要はインフレ率も30年間増えていませんから、まあ、こういった数字も、ね、良くなるような、まあ、そういった経済政策が本当に必要になっているのかなと感じがしています。まあ、浜松もそのものづくりの街ですから、工場もたくさんありますし、できれば、ね、それプラスそのビジネスチャンスのある街づくりにこう変えていきたいかなと思います。本当に今の日本は様々な、ね、大きな問題がありますので、まあ、ちゃんとその何て言うかな、リスクの高い問題から、正面からこう解決を、ね、していくべきかなと思います。まあ、人口もかなり減ってきていますし、日本の物価も、ね、ほとんど増えていませんので、で、ということで、労働収入と資産収入と、あとは公務員によって、個人所得税の、ね、仕組みがちょっと違うんですよね。まあ、いろいろその癖がありますから、ちゃんとその税金の勉強もしていかないといけませんし、まあ、日本人 の, その生産性を、ね、高めていくことで、企業家とか、あとは何だっけな、ベンチャー企業の全面的な支援も提案を、ね、していきたいなと思います。先週に確か日本のベンチャー企業が、空飛ぶバイクを、ね、発売すると情報が出ていました。1台7700万ぐらいですが、まあ、こういったものもね、そしてそれから、まあ、ピックアップしてこう掘り下げていくということもね、あるかなと思いますので、まあ、またちょっと頭の中を整理しておかないといけないかなと思います。あとは、まあ、経済の、ね、成長をさせて
日本人の生活水準を良くしていかないといけないのでね、まあ、自分自身も本当投資も勉強していかないといけないということで、いやもう本当にあれですね、時間ばっか過ぎて、まあなかなか400いかないかなと思いますが、まあとにかくソーシャルメディアの方も頑張っていきます、政治活動も頑張っていきます、よろしくお願いします。じゃあ一日お疲れ様でした。オラガイス、サンキューフォーウォッチング、スマッシュライクボトムス&サブスクライブ、ステイチュー、シーユーツモロー、やらよろ、バイ。